はい、どうもタイガです。今回やっていくのは新キャラのあられちゃん。まあ、やっぱね、強いっていう方とね、弱いって方が分かれてると思うんですが、まあ、僕の中では強いとは思ってます。ただね、カマキリとかチビフォアとか全盛期のやばいやつらに比べれば、まあ一個下がるかなと。まあ普通のいい強キャラかな、なのと思うんですが、そのですね、あられちゃんの対処の方法、多分次グルーリーじゃないですか。まあ、あられちゃん複数持ちが来て、みんなめちゃくちゃにされると思うんですよ。で、まあ、マルチの場合はね、ちょっと難しいんですけど、ソロの場合もね、やっぱ地上ね、ごちゃごちゃにされてね、一方的にやられてしまうってなって、まあ、納得できない方もやっぱいらっしゃると思うんですよね。クソゲーじゃねえかみたいな、どうやって止めんだこいつみたいな、ケツ当てもできねえじゃねえかってなると思うんですよ。なのでね、ちょっと今ね、いろいろ考えてた結果、検証してきて、まあ、どうすればね、止められるかってのをね、見つけてきましたんで、よかったらね、ご視聴ください。で、まず一つですね、あられちゃんの基本的な、スペックからして、まあ、どういう風にやるのか、どういう風に止めるのか。例えば、爆王子とか、まあ、エルフとか、まあ、いますよね。で、そういうキャラたちが、まずどういう挙動をするのかをまず見てほしいんですが、あられちゃんの、無茶法は、まず、範囲内にいる敵を吹き飛ばします。吹き飛ばす方向は、基本的には、敵がいる方向に吹き飛ばします。つまり連鎖するために、連鎖するキャラがいる方向に吹き飛ばします。それをですね、うまく利用していきたいんですけど、そうですね、まずは、あられちゃんの茶本を見ていきましょうか。このね、剣士合戦終わらして、まあられちゃんが出てくると、でんちゃーってこうやってくるんですよね。必ずキャラがいる方向に来ます。もちろん、飛ばすときに範囲は決まってるんですが、キャラがいる方に飛んできます。例えばですね、剣士がいた場合、飛び方は、キャラがいない場合は、もうランダムですね。はい。でですね、この剣士をうまく使いたいんですけど、例えばスライム置いて剣士置きます。これがもし、邪法する場合、ジャーと、まあ、行くんですよね、スライム。で、こうやって連鎖していくと。で、スライムまで範囲が届いてると。まあ、射程が長ければ長いほどこうなってしまうと。で、次ですね、行きますよ。爆押しが、ジャーされますと。これはたまたまですね。確実に吹き飛ぶわけじゃないんですよ。確実に吹き飛ぶわけじゃないんですが、大体吹き飛ぶ。で、連鎖していくと。今のは、手前にいる一番近いスライムにぶつかり、そのスライムが、上のスライムにぶつかり、連鎖した感じですね。はい。ではね、次は、このあられちゃんのね、特徴をもう一回見直したいんですけど、まずじゃあ、爆光で切りますね。はい。吹き飛ぶときに、後ろに敵がいる場合、後ろに行きます。つまり、同ラインに動かせます。ダメージは受けるですが、剣士1コスト使うだけで、爆押しがまだ働けます。違うところに吹っ飛ばない。違うとこ吹っ飛ばされてしまうと、結局そのラインがずれてしまって、そのキャラは死んでしまうんですよね。死ななくても死んでしまうんですよ。キャラとして、スペックとして、キャラの性能を生かせなくなってしまうんですよね。本来はこのラインで戦うのに、ラインをずらされてしまう。それによって斜めに動けない爆押しとかエルフとか、ああいうキャラはもうそのまま潰れてしまうんですよね。なので、後ろに剣士を添えてあげることによって、同じラインで戦うことができます。まあ、もし後ろに剣士がいない、後ろにスライムとかがいれば、もうスライムの方向に勝手に吹き飛ぶんで、一番近いキャラの方に吹き飛ぶんですよ。なので、それをうまく利用して、このキャラが一番近くにいるなと。ならば、爆王子をここに置けば、爆王子がもし範囲で食らっても、ここに吹き飛ぶなっていうのを把握した位置に爆王子を置いてあげれば、全くわけのわからない方向には吹き飛ばなくなります。ただもちろん、密集してる場合、キャラがわちゃわちゃ密集してる場合は、もうどこに行くか、もう本当に、ね、判断してから置くのって難しいんで、密集してるところにあられちゃん切られたら、それはもう無理です。それは対処法がないです。ぶっちゃけたところないです。それはもう密集させないようにしましょう。アビゾンビ相手のバイクを切らないようにする。まあ、なるべく切らないようにする。そんな感じの立ち回りと同じですね。キャラを複数切らないようにする。そんな感じと同じイメージを持っていただいて、まあ、どっちにしてもね、密集のところに出すあられちゃんはちょっと強すぎるんで、本当にどうしようもない。重ねとかもね、全く関係なく解除して全部バラバラにするんですよ。なのでそこはもうしょうがないんですが、次ですね。よし。ちなみにですね、この2試合目、これが一番実用的です。一番実用的。さっきも言ったように、密集してるところに置かれた場合はかなり難しいと思ってください。ただね、アラレちゃんのスキルの、性能上、アラレちゃんの打ち法で飛ぶキャラは一番近いキャラのところに飛んでいきます。なので、それをうまく利用します。
例えばアマゾネス、アラルちゃんね、倒せるキャラのはずなんだけど吹き飛ばされてしまって倒せないですよね。それをねうまく倒す方法、まあ簡単ですね。さっきの爆王子とほぼやり方は同じなんですが、爆王子の場合はまあね対マンが、勝てるわけではなく、同じラインで動かしてあげてまたね無限に働かせてあげる。ただ他のキャラに邪法が当たって爆王子に連鎖してしまうと爆王子が次どこに行くか分かんないと。でしかも抑えるときに剣士をね1コス使うっていうのはね結構ねコスト分けもすごいし、盤面の把握も大変だし、速度も大事だし、邪法が出てからじゃ間に合わないんで、それをね、まあ、どうやっていくかって話なんですけど、例えば分かりやすいようにアラレちゃんをね今回上に流してやるんですが、あのアラレちゃんを上に流しなくても砦に攻めてきてる時でも同じです。アマゾネスは射程を持ってます。なのでもし剣士を置いた場合ループできます。で、あのアラレちゃんの場合は火力、あとねここもね結構大事なんですけど、はい、あのスキルの火力すごいんですけど、通常時の火力がめちゃめちゃ高いわけじゃないんですよ。低くはないですけど、なのであのうまくやるとゾネスでもうめちゃめちゃにできます。さあ次行きましょうか。このゾネスをですね出します。剣士を例えばこの近くに添えるとする、ほらこうなるんですよ。なんでかっていうと、ゾネスが先に吹っ飛びました。ゾネスが先に吹っ飛んで剣士にぶつかってるんですよ。で剣士もまとめて吹っ飛んでるんですけど、剣士は後から吹っ飛んでるんで、剣士はねもう後ろで死んでると。もうゾネスの吹っ飛びで剣士が死んでるんで、重ね気はダメなんですけどね、重ね気はダメなんだけど、ずれてる場合、今ゾネスに先に攻撃当たったんで、ゾネスが剣士に吹っ飛び剣士が死にましたと。で剣士はアラレちゃんのお茶法を食らってないんですよ。吹き飛びしか食らってないから、まあたまに吹っ飛ばないこともあるんですけどね。ああこうなると分かりづらいな。でこのペースだと間に合わないですよね。相当速いんですよ、うちゃん方で吹っ飛ぶのが。なのでスピードがすごい大事。あんま遅いと無理です。早めに置いてあげる。これでも間に合わない、これぐらいシビアス。で鬼子とかあの近距離攻撃のキャラだとちょっとやりづらいかもしれないですね。まあでもそれでもアラルちゃんスキルにクールタイムが、通常攻撃で2回以上分ぐらいあるんで、こう止まると。まあ今のはなんかよく分からなかったですね、止まり方がよくなそうですね。普通は剣士にぶつかるんですけど、無敵時間で止まったのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ単純な話、ゾネスとか高射程のキャラを使ったり、他のキャラでもいいですけど、それを置き、無茶砲を食らう前に後ろに剣士1枚添える。それによってゾネスとかがわけ分かんない方向に吹っ飛ばないで済んで、また殴り合ってくれる。で裏のゾネス、金バッジもないゾネスがリーダーのアラレちゃんに勝つこともできると。これがね一番効率的かなと思います。他に対処法がなかなかない、ケツ当てもできない。でキャラごとのね対処法ありますよ。デビルが吹っ飛ばないとか、ビートルが吹っ飛ばないとか、いろいろありますし、ライダーで焼くとかねありますけど、それはなんかアンチ置いてるだけじゃないですか。そうじゃなくてテクニックとして止める方法を今回紹介していきます。あとね何個かね紹介できたらいいかなと思うんですが、次行きましょうか。お次はこちらですね。まあ、吹っ飛ばないキャラデビル、デビルと、他のキャラを重ねた場合どうなるのか、まあ、気になりません？吹っ飛ばないキャラに重なってるキャラは、その吹っ飛ばないキャラにぶつかってその場に停滞するのか、それとも、吹っ飛ばないキャラがいたとしても重なってる場合は吹っ飛んでしまうのかっていうのがね分かると思うんで、はい、これでね検証していきたいと思います。まあ、デビルゾネス重ねてしまうと火力で吹っ飛んでしまうんで、デビルオーク重ねとかオークデビル重ねで重ねる順番が違ったら変わるのかっていうのをねまずは検証しって感じですかね。さあ後ろねしっかり見てもらうために白前にゴーレム置いてもらって、さあアラレちゃん上流し、さあ行きましょうか。まずデビルオーク重ね、無茶砲で吹っ飛ぶのか、はい吹っ飛びます。ダメですね。デビルは吹っ飛ばないとしても吹っ飛ばないキャラなんで、オークは吹っ飛ぶと。で逆にねオークデビル重ねだったらどうなのか、オークが土台で、土台のオークがデビルにぶつかってデビルのところで止まるか、止まらないんですね。重ね気は無理です。ただずれてれば違う、先にぶつかった場合ぶつかったキャラが連鎖するじゃないですか。なんで連鎖しに行って、デビルにオークが先にぶつかりデビルに連鎖しに行って、でデビルでのとこで止まるんですよ、オークが。ただこれがデビルが先にぶつかっちゃうとオークも巻き込まれて、オークが要はデビルが先にぶつかるってことはデビルの方がオークの前にいるんで、オークは後ろに吹っ飛ぶんでどっか行っちゃうんですよね。そう連鎖がすごい大事で、例えばですね、そうだな、ちょっと難しいんですけど、
できるかな。あ、死んじゃいそうだな。そう、こうちょっと失敗してるんですけど、さっきのですね、剣士の置き方と同じで、例えば、後ろにデビルとか、ビートルとか、クレフラがいる状態で、前にね、キャラを切ってあげる。で、もし、打ち砲をされても、そのね、連鎖する方向、まあ、デビル、オーク、クレフラの、あ、オークじゃない、デビル、クレフラ、なんだっけ、もう一体、ビートルが、の方に吹っ飛び、連鎖ダメージは向こうには入るんですが、向こうのキャラは吹っ飛ばず、死なず、その場で止まる。だからさっきの剣士の止めるやつと同じですね。例えば、砦裏にもしクレフラとかを置いてる場合、んちゃほうの、アラレちゃんを見るたびに砦の裏にクレフラを置きます。で、アラレちゃんとクレフラの間にキャラを挟みます。キャラを挟んだ場合、もしね、んちゃほうを食らっても、そのキャラはクレフラのところでストップしますと。なので、吹っ飛ばずに済む。ってこともできます。さっきの剣士の出し方と、要領は同じ。したらですね、もう一つだけ、ちょっと見せたいものがあるんで、やっていきたいと思います。はい、あられちゃんのですね、スキル、んちゃ法で、吹っ飛ぶとき、キャラが吹っ飛ぶときに、そのキャラがですね、まあ、キャラの方向に吹っ飛んじゃうんですよね。例えば、自分のキャラが、自分があられちゃんを使ってるとき、まあ、相手ですね、相手があられちゃんを使ってるときに自分のキャラが吹き飛びます。その場合、自分の吹き飛ぶキャラのベクトル、その方向は、自分の他のキャラがいる方向に吹っ飛ぶんですが、それもですね、範囲内にいる自分のキャラの一番近い方に吹っ飛ぶんですよ。なので、吹っ飛ばない、位置にいるキャラもいるんですよね、当たり前ですけど。そう、それをですね、うまく利用して、ちょっとこれはですね、シビアなのでまだなんとも難しいところではあるんですが、あられちゃんのね、対策できたらいいかなと思います。まあ、多分一番実用的なのはさっきの後ろに剣士を挟む行為。クレフラは必ず引けるわけではないし、デビルはね、ビートル後ろに置くのはもったいないですし、直接あった方がいいんで、そう。デビルビートルは後ろに当ててブロックするキャラではない。ブロックするとしたらクレフラ。クレフラでブロックして、前線のキャラがやられてもその後クレフラが倒してくれると。それがね、一番強いと思いますが、一番実用的なのはやっぱり、ゾネスとかのところに裏に剣士。で、押さえてあげる。癖つけた方がいいかもしれないですね。さあ、この位置。今のうんちゃんの位置だと、上のスライムまで届かないと。ただやっぱね、ある程度降りてくると、あー、どっか行っちゃったな。難しいっすね。さあ、んちゃー、んちゃー。ね、上行かないんですよね、あの位置は。ただ、この位置にいると、んちゃー、こう上行くと。はい。だいたい、あられちゃんが、索敵するマスぐらいですかね。移動索敵マスぐらい。これも行くんだ。すごいっすね。マタンゴぐらい行くね。マタンゴぐらいの索敵範囲内やったら行くっぽいっすね。相当範囲が広い。で、カニとベビーはね、無茶法で吹き飛びづらいですね。吹き飛びづらい。吹き飛ばないわけじゃないです。吹き飛ぶことはありますが、吹き飛びづらい。魔導クレフラデビルビートルが吹き飛ばないといった具合で。さあ、それでですね、例えば、さっきのね、吹き飛びのベクトルを考えて、やべえ、これカニのとこに行ってほしくないなとか、思ったときに、無茶法で、ロックマンの方に行ってもらう。で、この位置にいるとロックマンがカニの方に触れないと。位置が悪くて。ってこともできます。で、後ろのキャラが吹き飛ばないとか。これがもし後ろにね、爆王子とかいた場合に、一番近いのが今、スライマー、ロックマンが近かったんですよ。なので、向こうの方に行かせるとか。いうこともできます。できるんですが、連鎖ダメージがロックマンにも入っちゃうんで、結構ダメージ的には痛いんですよ。なので、実用的ではないんですけど、どうしても裏のキャラやられたくない。例えば、カタパルトで大型を殺すときに、邪砲出されてるとか。そういう時 の対処法として上にキャラを置いて上にタゲをずらすのはありだと思います。ありなんですが、受けるダメージも受けますし、とっさの判断というのはかなり難しい。ただ、実用的かどうかって言われると実用的ではないけど、一個の、手段として方法はありますよといった具合ですね。一番はやっぱりさっき言ったゾネス剣士とか、剣士を添えるのが一番楽かなと思います。はい、あられちゃん対策ですね、結構難しいですね。なかなか、まあ、見つからず、まあ、探した結果これが一番有力かなといった具合で、もちろんね、キャラ的にね、相性がいいキャラをぶつけられればそれが一番いいんですが、必ずしもね、それを引けてるわけではないと思いますんで、はい、よかったらね、皆さんぜひ使ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ではまたよかったらご視聴ください。お疲れ様です。